カンカン。諸注意。並びにクレジットのこと。古典鑑石、あなたこなた。三列記の、我が友、李朝は豪族だった。どうもです。妹です。好きな夏目漱石作品は、坊ちゃんです。お姉ちゃんです。夏目漱石作品なら、夢十夜が好きかな、という。夏目漱石の話は置いておいて、置いておかれた。今回のテーマは中島敦作品です。中島敦といえばみんな教科書で読んだその声は我が友李朝ではないかっておなじみの三列記だね。ところでだね、その三列記なんだけどレースになった説話があったって知ってるかな。オリジナルの話じゃなかったんだ。中島敦のデビュー作三列記が脱誌文学界に掲載されたのが1942年、昭和17年の2月。そのベースとなった中国は唐の時代の説話を集めた唐人説話が1910年頃に成立。そしてその唐の時代に編纂された説話集千出氏の李朝がオリジナルに近いかなと。説話に明確なオリジナルは求めない。というわけで今回は中島敦の三列記と千出氏の李朝の内容を比較していきます。千出氏が大元の原作くらいのイメージだね。2つの作品の違いを6つのポイントにまとめてみました。意外と多いのか少ないのか今更かもしれませんが、三月期のストーリーの説明はしないのでよろしくお願いします。よろしくです。というわけでまず1点目、李朝が豪族かそうでないか。李朝実はプリンスだったの？そのだね。中国だと豪族の子というのはそこまで騎士でない場合があって、三国志の劉備も皇族の血が流れているけどむしろ売りだったりするし、わずかながら皇族ですみたいな。一応当時の皇室は李姓だから設定的には問題ないかな。唐の皇帝では貞観専用の大宗李姓民が皇帝として有名だし、李朝が科挙に合格した天保の末年は良き人のロマンスで知られる元宗李隆基が皇帝でした。李朝は科挙に合格してたの？三列記に天保の末年若くして名を古坊に連ねってあるでしょう。あるね。あれがひょっとして。そうそう、古坊っていうのは科挙の合格者を発表した掲示板のことだね。とすると李朝ってかなりのスパダリ。性格を除けばかなりのスパダリ。話が多少それましたが、1点目はここまで。続いては2点目。じゃ虎になった李朝は人を食らった描写があるかないか。人を食った話とかの比喩じゃなくて頭からバリバリと寄って捕らえて持ってこれを食らい立ちどころに尽くす。これよりおおむね持って常となすと李朝は告白しています。三列記では食べてないよね。人としての意識が戻ったら口はウサギの血にまみれ獣の毛が散らばっていたという描写はあるけど、食べたという記憶は残っていない。また住民から人食い虎と恐れられたり、縁さんに君を食べたとしても何の悔いも感じないだろうと言っているけど、人を食らったという記憶は持っていない。これは救いがあるというかマイルドな描写になったね。というわけで2点目はここまで。次は3点目。じゃ親友縁さんに最初に頼んだ内容が妻子の面倒か自分の死のことか。あ、ここに関してはちょっと複雑な気分でもある。千出氏の話では李朝は自分はもう死んだと妻子に伝えてくれ、そして昔の友情のよしみで妻子が飢えないように面倒を見てほしいんだ。真っ先に家族のことを心配したんだね。一方三列記ではまず自分の死を皇代に伝えたいと願ったんだ。その後で妻子の面倒も見てほしいと頼んだけどね。最初に読んだ時は家族より自分の死のことかって思ったけど、人として死ねなくなる、そんな風に絶望したら自分の生きていた証を残したくなる、そんな気持ちもわからなくもないね。李朝もずっと
苦しんでいただろうね。というわけで3点目も終わり。では後半戦4点目。じゃん。李朝の詩は書かれているかいないか。最初は李朝の詩は具体的な記載がなかったんだ。これはびっくり。一方三列記では李朝の詩の一節はタイトルの由来となっています。この夕べ低山明烈に向かい朝食をなさずしてただお昼をなす。油断した。ここに来てささやきボイスが来るとは。ふふん。4点目も終わり、いよいよ5点目。じゃん。李朝は虎になってしまった理由が違う。理由も違うんだ。虎の本能に負けて人を喰らい続けたことへの神罰。虎だ。お前は虎になるのだって神様の罰か。そして三列記ではおなじみの臆病な自尊心と尊大な羞恥心。これも印象的なフレーズだよね。これぞ三列記って感じだね。ちなみにだね、人古伝ではさらに理由がひどくて、未亡人と密かに交際していたところ、その家の住人に邪魔されるようになったため、風に乗じて火を放ち、一家数人ことごとくこれを。ストップストップストップ。次行きます。次、最後の6点目。じゃん。6点目は物語の最後が違う。仙出詩では蓮さんが李朝の故郷を訪れ、妻子に自らの俸給の半分を与え続け、これを養った。そして彼がその後昇進する姿までを描いている。これはどんなに立場が変わり時が経ったとしても変わらない李朝と蓮さんの友情の物語だと。蓮さんが影の主人公だね。そして三列記では李朝は月に吠えた後その姿を消した。再びその姿を見なくなった。二人の友情を描きつつも李朝の悲劇と若干の救いがメインだね。どちらの物語も良いものだけれど、三列記のラストのこの余韻は強く心に残ったよ。発表終わったよ。お疲れ様でした。ご清聴ありがとうございました。今回の参考資料は上記です。あと野原の朗読動画から髪型が変わったの気づいてもらえて嬉しかったです。アトリッド社さんの乙女の本棚シリーズの三月期の表紙が素敵だったのでご紹介です。次はちょっと力を抜いた動画になる予定なので、せーの、よろしくお願いします。